さあ続いては OS 大分スポーツ、大分県内のスポーツの話題をお届けしてまいります。今回は先日大分市で行われましたママさんバレーボール大会の模様をお届けいたします。元気いっぱいな素敵な笑顔がコートいっぱいにあふれました。どうぞ。大分市で開かれた大分トヨペットカップ豊の国ママさんバレーボールチャンピオン大会。大会を応援する大分トヨペットのマスコットキャラクタースマッピーがエールを送る中、開会式では大分トヨペットの片岡清代表取締役社長が選手たちを激励。そして前年度優勝チーム大分城南クラブの首藤真理キャプテンが力強く選手宣誓し、大会がスタートしました。楽しそうな笑顔で全力プレーを繰り広げるママさんたち。そこでちょっとお話を聞いてみました。まずは笑顔がチャーミングな佐伯市のチャーミーの皆さんです。綺麗どころが詰まってる元気のいいチームです。綺麗の秘訣はバレーボールです。豪勢な手作りのお弁当が並ぶ、こちらは大分市の J クラブの皆さんです。この中で一番お酒が強い人を指さしてもらっていいですか。せーの。満場一致。飲もうと思ったらもうどのくらいでももう大好きです。常に飲んでます。バレーが楽しいからこそ美味しいお酒が飲めるんだそうです。これからも楽しいバレー続けるぞ。こちらのひじクラブにはこんなエピソードを持つママさんが。下の子を産むのに産婦人科に行くのが間に合わなくて家の玄関で産みました。なので下の子の名前は玄関の戸に手をかけたら生まれたので玄戸っていう名前です。本当。その玄戸さん、すぐに覚えてもらえる名前でとても気に入っていますとのことでした。玄関握り締めてる。お母さんの姿を見てなんかかっこいいからやりたいなって。こちらの女の子はかっこいいママに憧れて小学校のバレーチームに入ったそうです。嬉しいですね。頑張ります。夜練習に行ったりする間に、まあ、子供たちは自分たちのことは自分でしてくれるし、まあ、主人の協力や、まあ、おじいちゃんおばあちゃんの協力がないとちょっとやっぱり。ママも娘さんや家族に感謝。日々家族への感謝の気持ちを胸にバレーに打ち込んでいます。今年の大会は大分市の大分城南クラブの優勝で幕を閉じました。大分城南クラブはなんと大会史上初の快挙。家族や仲間と共に手にした嬉しい4連覇達成です。4連覇したぞ。イエーイ。試合が終われば選手からお母さんへ、かけがえのない家族、そしてチームメイトと共に、次の試合に向けてママさんたちの奮闘は続きます。かっこいいですね。お仕事、お家のこと、子育て、嫁姑問題、いろいろあるかもしれませんけれども、コートの中ではね、ボールをかけるママさんは本当に素敵です、ね、感謝という、ね、言葉を口にされてましたけども、逆だと思いますよ。きっと家族の皆さんがはつらつとしているママがいることで感謝してるんじゃないかな。確かにそのお母さんの生き生きしてる姿って旦那さんもお子さんも嬉しいですよね。もうやっぱりね、お家の中でママは太陽ですね、明るい家庭、ママが明るいと家も明るい。いや本当そうだと思いますね、まあ、そして4連覇ですって、はい、ちょっとすごいですよ。城南クラブもうあっちこっち痛くなるお年頃ですから。節々、はい、腰と膝と色々ですね。いやいや、でもそれでもね、やっぱりチームワークでね、こうやって勝ち続けるということもすごいことですし、まあ、いいまた先輩後輩のね、こうやり取りなんかもあるんでしょうね。いや本当に素敵な皆さん方でございました。さあ OS はテレビだけではなく SNS と連動してさまざまな情報を発信しています。 OS 大分スポーツは地元スポーツを応援するスマートフォン向けアプリです。
ご覧の各社も大分県のスポーツを応援しています。こちらではトリニータの今シーズンの振り返りに注目です。大方の予想をいい意味で覆し、 J1 リーグを盛り上げたトリニータのこの1年間を選手のインタビューやたくさんの動画で紹介しています。 OS アプリは TOS のホームページ、または TOS アプリからアクセスしてください。本当ママはお家の中で太陽ですから。OS 大分スポーツのコーナーでした。